本日はクラリベートのウェブセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。これより最先端の学術研究を取り込んで、記者のオープンイノベーションを促進、ウェブオブサイエンスの学術データをもとにした最新研究トレンド分析ツールのウェブセミナーを開始いたします。本セミナーは録画をしておりますので、ご登録の皆様に後日録画版を送付いたします。聞きにくかった点や再度確認したい点などございましたら、録画版をご活用ください。本日のセミナーは2名で対話形式で進行させていただきます。私はクラリベートアナリティクス営業担当の加藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。プロフェッショナルサービス部門のテクノロジーコンサルタントを行っております、浦田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のセミナーはですね、先ほど浦田からも申し上げた通り、双方向にしていきたいと思います。なのでですね、このようにですね、目次としましては、まずですね、概要を説明させていただきまして、分析ニーズの背景をご説明いたします。実際にですね、次にどのような分析ができるのか、テーマ、領域を設定し、分析観点を設定して、インサイツという分析ツールを用いた、ね、そのツールでの分析をデモを含めながら紹介をいたします。最後にですね、まとめと質疑応答してセミナーを終了いたします。ではですね、セミナーに入る前に簡単なアンケートさせていただきたいと思います。冒頭で説明をさせていただきましたスライズというシステムからですね、ご投票いただけますので、皆様ぜひご参加ください。オープンイノベーションは思ったように進んでいますか？ぜひこちらスライドからご投票いただけますと、こちらにですね、リアルタイムに皆様の結果が出てきますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。もうすでにいろいろ投票いただきあ早りがとう速ございま回答す。いただいてますね。はい。やや課題がある方がやはり多いですね。そうですね。やはりうまくいってる方よりも課題がある方の方が多いですね。6割以上の方が課題があるというふうにご考えになっているということですね。うまくいってる方は非常にうまくいってるということみたいですね。ややうまくいってるという方がいらっしゃらないというのが少し面白い気がします。確かにうまくいっているか課題があるかっていうか感じなんですかね。ではごめんなさい、そろそろ少しおそう時です間もね。ございますので、セミナーに、入りたいと思います。ですどうもありね、がとう先ごほざいどます。申し上げた通り、このように進めていきますので、よろしくお願いします。早速ですね、私から浦田に質問をしてみたいと思います。技術やサービスと進化がますます加速する中で、いち早く新しい潮流や研究の芽を見つける方法はありませんか？今まさにその加藤さんがお話ししてくれたところが、今回のセミナーのメインテーマというふうになるところなんですけど、今回はそういったその研究の芽を見つけるための方法の一つとして、学術論文を用いた分析の方法というのをご紹介させていただきます。ただ、その学術論文をなぜ分析する必要があるのかというところを、まず最初にご説明させていただきたいと思います。こちらは、研究開発のスピードの高まりというところなんですけど、今こちらのグラフ、市場に導入されるまでの技術の開発のサイクルを表したものになっています。このような形で、研究開発サイクルというのは非常に近年短期化していると言われております。さらにそれに伴って、研究の初期段階というところの重要性というのも合わせて高まっているというところが現在の状況というところで、まさに加藤さんがお話したように、今研究開発のスピードというのはどんどん強く速くなっているというところですね。で、それに対して今企業の方々どのように動いているかというところなんですけど、今こちらはオープンイノベーションと産学官の連携の図を表したものなんですが、やはり自社の知識や自社の技術リソースだけではこのスピードについていけないというところが増えております。そのため、外部の知識や技術リソースというのを
活発に取り込んでいくという動きが進んでいるのですが、その中でも今こちらの赤字でくくらせていただいたところについては、研究者や研究機関との連携というところで、やはり持っていないところというところで、基礎研究というところのリソース知識をいかに取り込むかというところの動きを表しています。で、実際にこうした動きの中で、今こちらは一昨年度に実施された調査報告についてなんですが、外部から知識を導入する際に最も重視する情報源というのを企業の方々にお伺いしたグラフになっています。で、こちらをご覧いただいてお分かりになる通り、論文、学会での研究成果発表というのが含まれております。こうした形で、すでに企業の方々の中には論文や学術研究の成果を積極的に取り入れる動きというのがすでに始まっております。こうした形で、いかに早期に研究開発の芽を見つけて、それを他社に先んじて自社で実施していくかというところで、論文や学術研究というのが近年使われ始めてきているというところになります。はい、確かにうまく基礎研究の成果を研究開発の初期段階から組み込むことができれば、他社より優位に立つことができそうです。でも具体的にはどういうふうに見ていけばいいのでしょうか。はい、では今回のセミナーのメインテーマとなるところなんですが、ケーススタディとして実際に分析の手順を踏んで、そういったところを見ていきましょう。今回は3つのステップで分析データの準備を行います。まず1点目がテーマ。分析したいテーマを設定します。そしてそのテーマについてどういった観点で分析を行うかというところを定めてまいります。そしてそのテーマと分析の観点に対して、それらを組み合わせて分析用の論文のグループというのを作成してまいります。こうした形で分析用意したデータについて、弊社のインサイツというツールを用いて分析を行ってまいります。本セミナーについてはこのような形で、事前にテーマと分析観点というのがある程度定まった形で分析を行う際の分析手順についてお話しさせていただきます。なので、例えば分析観点がそもそも分からなくて、探索的にこうどういった新しい分析観点があるんだろうという分析を行っていくというような場合には、コンサルティングサービスというところを最後に紹介させていただきますので、こちらについてはこのような形で説明させていただきます。というところで、早速なんですが、では、分析したいテーマというのをまずは設定してまいります。今こちらはソサエティ 5.0 時代の重要技術分野ということで、今皆様方がご興味、ご関心があるテーマというのは様々あるかと思いますが、例えばこのような形でスマートシティやヘルス、ゲノム編集、再生医療、自動運転、AI、人工知能といった形で、どのようなテーマにするかというところを定めていきます。で、ここでは特に既存の研究領域というところについては、すでに皆様の中である程度分析もすでにされているところと思いますので、できればここは自社のコア技術の展開の可能性や、将来どういった方向で研究を行っていきたいか、あるいは事業を展開していきたいか、そういったところを踏まえてテーマを設定するのが良いというふうに言われております。ということで、ひとまずこちらでは例として、こちらの AI、人工知能というところを取り上げてまいります。はい、AI と一口に言っても、自動運転やヘルスケア、音声認識や画像認識など適用される業界や技術は幅広く存在します。そのような場合、うまく自社の関心の領域に近い内容を分析することはできるのでしょうか。はい、確かに AI ということで調査分析を進めてしまうと、 AI といっても、はい、こちらに記載の通りヘルスケアや自動運転といったところもございますし、その用途も様々ですし、さらにそこに用いられている基礎的な技術というところもいろいろなものがあります。ここでどういった観点で分析したいかというところを次に設定してまいります。今こちらも例として挙げているところなんですけど、こちらは例えば AI というものをどのような観点から分析ができるかというところを示している図なんですが、このような形で
主に一般にはこのような形で要素技術から、基盤技術や応用技術といったところから分析していくもの、もしくは用途、産業、技術的な側面ではなくて、どういう使われ方、どこで使われているか、そういった観点から分析を行ったりする。あるいは全くその AI というところにとどまらず、すべてにおいて共通する解決したい課題というところから分析を行っていくという形のもの。こういった形で分析したい観点というのが様々なので、そちらを定めてまいります。で特に網羅性、こう網羅的にすべてをこうカバーしなければいけないというものではなくて、テーマにより自社に関連する分析観点をまずは設定していただくというところが大事なところになります。はい、というところで、ひとまず今回についてはこちらの基盤技術、応用技術と用途のところを分析観点として取り上げていきたいと思います。ということで、分析したいテーマと、そして分析の観点というところが決まってまいりましたら、次にその分析したい論文の集合というのを作成してまいります。今こちらが先ほどお話しして定めたテーマとは分析したい観点ということになります。そしてこれに対して分析観点ごとの論文集合の作成というのをしていくんですが、このような形で領域と要素のキーワードを組み合わせることによって論文の検索式を作成して、そして論文のグループというのを作ってまいります。ただこちらは少しテクニカルな内容にもなってくるので、もし実際に分析を進める場合にはこちらで検索式の作り方というところについてはサポートさせていただきたいと思っております。という形でグループを作ってまいります。ということでお待たせしましたというところなんですけど、実際にこうした準備したデータを用いてツールを用いていろんな傾向を見ていきたいと思います。はい、今ウェブ画面に切り替えております。少々お待ちください。はい、ということで今こちらのグラフ、左側のグラフについては AI について分析観点として用途ということで、例えば不正の検出といったところや機器の操作、あるいは自動運転、そういった分析の観点ごとに論文数がどれだけ増えてきているかというところを表しています。横軸が出版年、論文の出版年ですね。縦軸が論文数になっております。はい、こちらグラフ見てみて加藤さんいかがでしょうか。2017年からですかね、なんか急激にこう伸びているように見えますね。はい、そうですね、やはり2016年に確か、アルファ5がプロ棋士に勝ったというニュースが出て話題になったかと思うんですけど、2017年がまさに AI の AI 元年と呼ばれているところですね。そちらからやはり文献というのもかなり増えてきております。そちらは学術研究のところも同じ状況というところですね。この形で上昇基調にあるというところです。で今最も多いのがこちらの不正の検出といったところがかなり増えてきているというところですね。こういった形でAI の用途ごとの論文数の推移というところを見ることができるんですけど、同じような形で AI の応用技術、例えば画像認識についてはどういった形の推移になっているか、自然言語の解析についてはどういった形になっているか、あるいは音声認識についてはどうなっているか、そういったところを見ることもできます。そしてそれぞれについて中にはどのような文献が入っているかというところもよりフォーカスして見ていくこともできます。例えばこちら、それぞれの領域と分析したい観点に含まれている論文の集合なんですが、このような形で非引用数ごとに並べると、かなりこう引用されていてインパクトがある論文というのを優先的に見ることができるほか、あとは分野ごとのその平均的な引用と比較したものとして CNCI という指標があるので、こちらで分析を行うと、例えばそのコンピュータサイエンスやクリニカルメディシンといった形でこう分野ごとの違いというのをある程度緩和して、よりこう分野を慣らした上でインパクトがある論文というのを見ることができます。
という形でいろいろな分析ができるというところなんですけど、他にもこういった形で国ごとの分析というところもできます。どうでしょう、加藤さん。そうです。やはり今1位が、中国ですね。やはり AI の領域でもアメリカをしのんで中国なんですね。そうですね。やはり中国増えてきてますよね。うん、中国は今かなりこう論文数もどんどん増えてきているという話を聞いてますが、こちらの分野についてもかなり中国の量というのが増えています。2万本を超えてますね。そうですね。やはりちょっと強いですよね。強いですね。はい、こういった形でこういろいろな傾向を分析ができますというところですね。分野ごとのこう統計値を取ることもできますし、こういった形でいろいろな図を作っていくことができます。はい、というところで一度こちらのスライドショーに戻ります。今のような形で、定めたテーマや予想について学術論文の指標に基づいていろんなトレンドを把握することができますというところがメイントピックになります。でさらにこちらについてより自社の関心領域に近い内容を取るためテーマ要素というのをこう見直していくことももちろんできます。はい、ではより自社の強みを生かしたテーマ分析観点とするためにはどうすればいいのでしょうか。はい、では次に先ほど定めたテーマについて少し補正していきましょう。はい、今こちらも例として出させていただいたのは特許の出願技術動向調査の報告書なんですが、今こちらは AI のさらにこう音声技術というところ、音声認識についてフォーカスしたものがどういった形の用途で使われているか、技術は何があるのか、そういったところを表しています。こういった形で AI というところをさらにフォーカスして、例えば AI と音声認識についてどうか、 AI と画像認識だったらどうか、あるいは AI と用途のところで AI と機器操作に絞ったときにはどうか、こういった形でテーマをどんどん絞っていくと、より自社に適合したテーマというところが見つかってまいります。さらにそれに合わせて分析観点、キーワードというのも先ほどお見せしたところの内容について、やはりこういう分析観点の方がいいなというところを見直していくというところも大切なところになります。こうした形でテーマを限定していくことで、より自社の関心領域にマッチした分析ができるようになります。というところで、今回は例としては、では AI と音声認識について少し詳しく見ていこうということにしたいと思います。そして次に観点としてはこちらの用途と産業というところを採用していきたいと思います。はい、ではこの領域について外部知識、リソースの活用を考えていきたいというふうに思っているんですけれども、その領域を経営しているトップの研究者や研究機関を探すことというのはできるのでしょうか。はい、では次にこちらの今定めた領域や要素の中でメインプレイヤー、メインとなる研究者や研究機関というのはどういうところがあるのかというところを次に見ていきたいと思います。でまた分析ツールの画面に切り替えさせていただきます。はい、今こちらは先ほどは AI ということで全体集合を作っていたんですが、こちらはさらにフォーカスして AI と音声認識ということで今グループを作っています。でその中で今こちらの左と右のグラフについては、左が AI 音声認識、 AI と音声認識を組み合わせたときにピックアップされる研究者は誰なのかというところを表しているもので、右側はさらにその音声認識の中でもさらにその機器の操作について執筆している研究者はどういう研究者がいるのか、そこからさらにフォーカスしているものですね。はい、はい、今いかがですか、こちらのはい、グラフを見てみて、加藤さん、ちょっと大きくします、ね、はい、ありがとうございます。こんな形で。日本人の、はい、先生がいらっしゃいますね。そうですね。はい、はい、中谷智弘先生は NTT の研究者様で、はい、世界で影響のある AI 研究者2000人に選ばれた先生ですよね。なるほど、そうですよね。はい。中谷あと、この、はい、中
村聡先生、はい、この方は NIST の先生で、あの知能コミュニケーションの研究室の先生かというふうに認識しております。なるほど、はい、あのトップの先生というのはあのどういった先生なのか教えていただけますでしょうか。そうですね、まさに今その加藤さんがお話しいただいた通り、その中谷先生もその特に聴覚分野や音響分野に関して、音響処理に関して の人工知能というところの研究されている方なんですが、こちらのワン先生という方も、まあ、今オハイオ州立大学で研究されている方なんですけど、同じように音響シーンの分析というところ、聴覚シーンの分析というところをメインに研究されている方ですね。なのでやはりその AI の中でも、その特に音響処理、音声処理、そういったところをこう一般に広く取り扱っている先生というのが今こちらでは出ているというところになってますね。はい、で一方で、ではじゃあこちらの、はい、よりフォーカスした内容を見ていくというところにしますと、ちょっとさっきとは顔ぶれがだいぶ変わってきているのが見てわかるかなと思います。そうですね、はい。例えばこちらのカカラック先生、こちらのお二人は同じ研究をされている方なんですけど、ポーランドのコシャリン工科大学というところに所属されている方で、主にこちらについては、音声を用いたクレーン、その昇降するクレーンの操作、コントロールをするシステムを研究されている研究者の方ですね。なので音声の中でもさらにそこからこう機器の操作をしていこうというところをピックアップしているので、このような形で、あのそこに特化した研究者の方が出てくるということになります。はい、というところで、研究者の方というところと合わせて、同じように研究機関というのを見ていくこともできるんですが、今このような形でハーバードや、中国の清華大学、あるいはマサチューセッツ工科大学といった形でビッグな大学がかなり、あの一般に広く見ていくと出てくるというところなんですが、今度は同じように音声認識でさらに自動運転というところにフォーカスしてみると、少しこう顔ぶれが変わってくるというところになります。例えばこちらはミュンヘン工科大学というところがピックアップされています。加藤さん、こちらはいかがですか、見てみて。あ、はい、あの AI と音声認識だけです、ここビッグな大学、もう皆さん本当に名だたるような大学、皆さんご存知の大学が出てきますが、こうフォーカスするとかなりあの顔ぶれが変わってきているのが見えますね。はい、で、あの先ほどおっしゃってたあのミュンヘン工科大学はあのディーゼルエンジンの発明者 あの研究者の大学ですよね。確かにそうですよね。あの特にこのミュンヘン工科大学、ドイツでも大きな大学でノーベル賞受賞者を数多く輩出しているというところで有名になっています。特にドイツアウトバンから始まるその自動車大国というところになっているので、こちらのミュンヘン工科大学は、ダイムラーやあのフォルクスワーゲンといったところの企業との連携開発というところも多く見られています。でもう一方でこちらのウルム大学というところも、あの同じくドイツの大学で、こちらはちょっとそのミュンヘン工科大学と比べると小規模の大学にはなるんですけど、やはりあのダイムラーという、あとはシーメンスというところとあの共同開発というところを今すごく行っているので、ここでピックアップされて出てくるということになります。はい、例えば今あの企業のお話をちょっとしたところなんですけど、はい、ここのところで、企業に絞って見ていくということもできます。ただ企業としてはやはりその研究機関よりは論文数がだいぶ少なくはなってきているんですが、今このような形ですね。そうするとインテルやグーグルと IBM といった、まあ、まさにあの AI というところの企業が出てくるほか、今こちらは自動運転というところに絞っているので、フォルクスワーゲンやダイムラーや BMW というような企業が見えてきます。で特にあのこういった企業が何書いているのかなっていうところについては、こういった形で見ていくことができるんですけど、例えばフォルクスワーゲンについては、あの今こちらでは音声認識というところと組み合わせて行っているので、主にあの自動運転のテストに関する論文というのが数多く出てきております。なので音声認識というのも一つの要素として、いかにこう自動運転を安全に行っていくかというところについて研究を行っているというところですね。というところで、ちょっとごめんなさい、お時間もなので、またスライドショーの方に戻らせていただいて、こういった形で、まあ、領域要素で活躍している研究者だったり研究機関というところを
探索的に探していくということができますというところですね。はい、ということで、ごめんなさい、ちょっと5分前になってまいりましたので、まとめとさせていただきます。まとめは加藤さんの方から。あ、はい、ではまとめさせていただきます。では今の紹介をさせていただきましたリサーチトレンドダッシュボードを用いますと、技術やサービスの進化が加速している中で、基礎研究としての論文情報からいち早く新しい研究の流れとか目を見つけることができるということが一つ。もう一つ目が、研究テーマを技術や課題、用途としたさまざまな切り口で見ていくことができますので、新たな発見を得ることができるということが一つ。で、最後には外部の知識やリソースを活用するために先端的な研究を行っている研究者や機関も探すことができる。この3つが大きくまとめということでよろしいでしょうか。はい、そうですね。ということで、ただ今ご紹介した内容このような内容になっているんですけど、実際にどういうふうに分析していくかというところだったり、自社に当てはめたときにじゃあ具体的にどうやっていったらいいかといったところについてはより詳しい、もしご案内をご希望される方はこの後ウェブセミナーの後にアンケートがポップアップとして開かれるので、そちらのでも詳しいご説明のご希望欄にぜひチェックをしていただければと思います。というところと、あとは冒頭に少しだけ述べさせていただいたんですけど、こういったリサーチトレンドダッシュボードだけではなくて、特定テーマでの動向分析や特定分野における共同研究先というのをレポーティングサービスとして提供もしております。で、先ほどお話した通り、その分析観点が定まっていない場合にどうしたらいいかというところについても、同じくコンサルティングサービスを行っているので、もし今ご紹介した以外にも記者のニーズに合わせて何かしたい、こうしたい分析というものがございましたら、ぜひご相談いただければと思っております。はい、そしてこちらは最後に、こちらが本当に最後になるんですが、来週同じようにウェブセミナーを開催する予定です。で、そちらについては今お話しした論文データを API で取得して、例えば自社の BI ツールやシステムに組み込んで分析をしたいということだったり、独自の観点から分析をしたいということ、もしそういったニーズがございましたら、ぜひ来週のウェブセミナー、6月11日15時からのウェブセミナーにもご参加いただければと思っております。というところで、本日のセミナーの内容については以上とさせていただきます。はい、ではご質問等々ございましたら、こちらのスライドの方でぜひ入力をしてみてください。何かご不明点等々ございましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、あ、一ついただいてますね。ツールの使い方はサポートしていただけますか？はい、もちろん、はい、それはもちろんですね。はい、まずどういった検索式を作っていくかというところからぜひサポートさせていただきます。そのテーマの設定や分析観点の設定、検索式の作り方で、そしたらその後にじゃあどういった指標を見ていくかといったところも含めてサポートさせていただきます。はい。はい、トライアル期間はどれぐらいいただけますかということなんですけれども。そうですね、今現在明確にトライアル期間というところは設けていないんですが、まあ、実際に例えばその分析したい、どういった形の分析をしたいのかというのを、まあ、こちらは特に費用はかからないのでお伺いさせていただいて、それからじゃあ実際にこう導入するまでにどういったステップを踏んでいくかといったところをご相談させていただくことは全然できますので、もしよろしければ具体的にどういった形の分析をしたいかといったところをお伺いできればと思います。はい、はい、じゃあこれはその会社様に合わせたようなこうご提案というのもしていただけるということですよね。そうですね、はい、はい、とあと金額のところはちょっとごめんなさい、また別途ご。そうですね、こちらに関しましてはかなりこう内容によってもかなり金額が変わってくるかなと思いますので、こちらに関しては弊社までお問い合わせいただければというふうに考えております。やられたいことをですねお伺いしながらご相談させていただければというふうに思います。はい、あとじゃあ一つぐらいですかね。はい、用途の年次推移のグラフで線が5本ありましたね。この5本の分類がどのように付与したか、音声認識のオペレーションへの絞り込みはということなんですね。
そうですね、まずこちらの AI 用途の5本の線のところについては、AI というまず領域、こちらの領域が含んでいるキーワードというのを弊社の方で出してきて、でさらに、こちらのそれぞれのアノマリーディテクトオペレーション、こちらは観点としては今こちらは恣意的に決めさせていただいています。特に何かに基づいてというよりは具体例として、まあ、こういった観点で分析できますということでこちらの5個を出させていただいているものです。でそちらについても同じようにキーワードを定めてそれぞれ集合体を作って分析にかけるとこのような形になるというところですね。で、という形で5分類についてはそのような形です。音声認識のオペレーションの絞り込みはどのように行ったのかというところ、音声認識のオペレーションというところについても先ほどのようにまず AI と音声認識という母体を作って母数を作ってその中からさらにオペレーションという要素を含んでいる論文は どんな論文があるかそういった形で分析を行っていただいています。ちょっとごめんなさいちょっと駆け足になっちゃうんですが、で所属氏名については弊社の方でも随時名寄せを行っております。なので例えばちょっと企業について全て網羅しきれてないところももちろんあるんですが随時そういったところを改善して行っているのでかなりいろいろな企業の方も含まれていますし氏名についても名寄せしたものが入っているというところになります。ただイニシャルで書かれている論文しかない方についてはイニシャルで書かれている氏名ももちろんございますというところですね。でごめんなさいちょっと時間が過ぎてしまいますので、今いただいているご質問については後ほどこちらの録画版の収録についてメールでお送りする際にこちらの回答についても合わせてお送りさせていただきたいと思います。はい、すみません、ちょっと時間の関係で全部がご紹介できずに大変申し訳ございません。この後ですね、アンケートもこの画面を切ると出てきますので、そちらにももしご質問等々ございましたら記載いただければ、そちらの方で回答させていただきますので、皆さんもどうぞアンケートへのご協力もどうぞよろしくお願いいたします。でもですね、すいません、最後ですね、ちょっと駆け足になってしまってはいたんですけれども、時間がちょっと来てしまいましたので、本日はこれにてセミナーを終了させていただきたいと思います。ご清聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。